東京リベンジャーズ髪型でキャラ当て過去の昔編全12問ネタバレ注意スタートです。第1問、10秒経つとヒントが出てきます。自信のある方はその前に答えてみてください。ランドセルがよく似合う。答えは佐野万次郎でした。マイキー。第2問、特服の左腕に特攻の刺繍がある。答えはバジ・ケイスケでした。第3問、これは正直昔も今もそんな変わらないですよね。13歳でツーリング。13だと中1か2ぐらいですかね。答えは三谷隆でした。第4問、かなりやんちゃな小学生。答えはリュウグウジケンドラケンでした。第5問、中学生でパンチ？パンチですかね。答えは羽宮和虎でした。第6問、金髪リーゼント、リーゼントなんですかねこれ。答えは松野千冬でした。第7問、頭頂パンチ、頭てっぺんのところだけ。答えは林田春樹でした。パーチン。第8問、不良になる前。答えは木崎哲太でした。小さい頃から強気。答えは橘日向でした。第10問、
小さい頃からヒーロー。答えは花垣武道でした。第11問、中学浪人でガリ勉に、答えはバジケイスケでした。第12問ラストです。本物のガリ勉、答えは木崎哲太でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。コメントで正解数を教えてください。教えていただいた方にはあなたにちょうどいい難易度の問題をご提供させていただきます。また見てね。バイバイ。